はい、今回 N 波動をテーマに天野さんのゆとりライフさんのね、相場解説がありましたけども、いかがだったでしょうか。このねスクリーンショット今撮ってますけども、証拠画像として N 波動のここ、これがねあるのと、あとこの窓目ちょっとちっちゃいですね、遠いですね。これが N なのかどうなのかっていうのはね、意見が分かれるところですけども、こうなってこういう見方もあるんですよ。ここですよ。こういうところで落ちていくんじゃないかなと。ここまで。っていうのもありますね。で、窓なんですけども、ちょっとここまで来ると、もうちょっと窓の影響力なくって、窓埋めっていうのは一部迷信なんですけども、だいたいこの辺りまでで型がつかないといけないのかなという気はするんですよ。ただね、相場の見方っていうのはみんなそれぞれで、上級者が言ったから正解とか、初心者が言ったから間違いっていうのはないんですよ。はっきり言ってね、相場解説って、結構こう、こじつけが多いわけなんですよね。結果から見てこうだろうということが多いわけなんですよ。その中で、こじつけでもない命中率が高いものを、法則というふうに見ていくわけなんですよね。ですので、今回が N 波動なのかどうなのかっていう、それが結果がどうなのかどうなのかっていうのね、何回もこれ N 波動じゃないかなと思って試してみて、こうやって動画で残していって、結果そうだったのかそうでなかったのか、N 波動だったんだけども、別の要因で、N の後のね、こうやってグッとね、上に向かうのがなくて落ちたのかとかね、いろいろと考えていかないといけないですよね。今回、天野さんね、サムネイルが結構かっこよくなったのと、サムネイルもいろいろとね、入れ替えてみてください。その他ね、解説もすごく上手になってきたなと思います。月足を表示させてましたよね。月足の表示、月足の表示はね、これですね。月足の表示のところに行きますけど、ちょっとね、月足の表示ちっちゃいんで、もうちょっと横伸ばしした方がいいかなと思いますよね。この右側がほとんど空きになってるじゃないですか。もうちょっと横にぐーっと伸ばして、細長くした方がいいかなと。これちょっと詰まっちゃってるんで、そのぐらいかな。でも本当よくできてるんで、本当おめでとうございますです。ここまで来たらね、あとは、どんどん微調整していって、さらにいいもの、さらにいいものって作っていけると思いますけども、この相場解説は非常によろしいかと思います。あとは相場の解説が、結果が伴うと儲かるよって話ですけどね。その辺はどうなるでしょうか。楽しみですね。それではですね、天野さんの相場解説。今回は10分ぐらいになってましたけども、何を言えばそうですね、3分から5分にまとめるといいのかなと思います。動画っていうのはね、短くまとめる技術っていうのがね、なかなか身につかないところだと思いますんで、そちらの方が今後の、私から見てのね、天野さんへの課題としてのプレゼントになります。お疲れ様でした。